どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グール、ダークウォー、VIP のピックアップに、店長、来てしまいましたね。前回の動画で僕ちょっと爆死みたいな感じで終わったんですけど、まあ、店長来たら引くしかないぞということで、意思はないんですけど、チケットの方が10枚あるんで、こちらを使ってですね、なんとか引き当てていきたい。で、右の、その、なんていうの?ピックアップ内容を見てもらったらわかるんだけど、半角じゃない森とか、タタラさんとかいるんだよね。まあ、ちょっとイラスト見ていこうか。でまずはこのイースターのアキラですね。これはなんかキャラ紹介みたいなやつで俺が見せたと思うけど、はい、イースターです。で、次、半角蛇のヤモリですね。なんかこのポージング結構ゲームに使われること多いですね。なんかグルカルの時もこのポーズだったし、俺ね、インボケの時のそのフェスゲンのこの半角蛇ヤモリそんなに動画で使ってなくて、多分熟練度も全然上げてなかったと思うんですよ。でイラストがね、多分どんな感じだったかって言われたら忘れちゃったんだけど、こんな感じじゃなかったっけ。はい、次行きましょう。で、新たプロとか暴走してない状態のあれですね、黒岩ですね。黒岩スペシャル持ってます。まあこれフィギュア基調みたいな感じで、かっこいいイラストですね。このゲーム特有のこのフィギュア基調のやつで、月山州グルレストランのやつですね。てか実写映画グルレストラン編というかさ、まあ、月山編だったけどさ、第3弾来てほしいなとか思いつつも、まあ、爆死したからちょっと厳しいのかなと思いつつも、はい、まあ来るとしたら次絶対青切り編来るよねっていうところなんですけども、はい。で、ホウジさんですね。チーシャ持ってますね。このチーシャ、そう、このチーシャちょっとね、やっぱ言いたいんだけど、グルカルの時にランキングあったんだよ。グルカルにもインボケにもあったけど、グルカルにもあったので、そのランキングが上位多分50名だったと思うんだけどな、記憶的には50名のみにしか与えられない報酬っていうのがあって、でその1番目に UR クイーン家として配布されたのがこいつだったのよ。 UR クイーン家ランキング上位者にだけ配りますよって時に、うわー UR クイーン家何来るんだと思ったらチーシャあったのよ。そのめちゃくちゃでかいの、このチーシャが。俺でかい武器好きだからさ、モンハンでも体験が好きなタイプなので、このチーシャが来て、もうランキング50位に入るなんて、もう睡眠時間削って自分のさ、お金を削って、もう時間とお金をどんだけ削れるかみたいな勝負になるわけよ。で、まあもちろん俺は参加できなかったんでね、もうそんな時間もお金もなかったから。で、俺は指を加えて見てたんだけど、もうすごい争いなわけよ。もうランキング50位スレスレの人とかも多分気が気でないと思うんだよね。ちょっと目を離した隙にひっくり返されるし。でもね、あの頃のランキングってすごく面白くて、一回のなんかクリアでポイントでかいし、ちょっと一個ミスるだけで死ぬみたいな。まあ、引っ張って飛ばす方向をミスらなければ死なないんだけど、一回ミスったら今までこう、なんかね、フロアを上がっていくんだよ、どん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 。で、フロア上がるごとにポイントが高くなっていって、で、最後のフロアでずーっと勝ち続けて、ガン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 ポイント稼ぐみたいな感じ。一回負けると、一番下のフロアまで戻っちゃって、で、全然ポイントは稼げないけど、スタミナを砕かなきゃいけないみたいな。ほんで、まただん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 フロアを上げていってみたいな。だから、すごい厳しいランキング戦だって、なんかもう血で血を洗う戦いみたいな。そういうのを、まあでも楽しいけどね、あのランキングも。まあ懐かしいなと思いながら、チーシャを見るたびに思い出しますね。っていうグルカルの思い出でした。はい、タタラさんですね。このイラストもインボケで使われてたと思います。タタラさんね、この状態、まあ、各社になった状態でフェスゲンは出たよね、インボケで。でも、この状態のフェスゲンは出てなくて、出てなかったよね。タタラさんも俺動画で使ったことないんだ、そんなに。最後の方にサービス終了する前に各社のタタラが来て、一応一体引いたけど、まあ、熟練度を上げて、まあ、ガンガン動画で使うっていうことは、なかったですね。残念だ。グルカルの時のこの各社じゃないこの状態のタタラさんの UR はめちゃくちゃ強くて、もうバッコバコにダメージが出てね。うん。めちゃめちゃ反射するからこいつ。で、二刀クラのアモンですね。かっこいい。これ前回欲しかったんだけど、まあ、道島海の方のアモンを手に入れたんだけど、道島海の方のアモンは SR なんだよね。まあ SR でもいいじゃんって思うかもしれんけど、やっぱ、なんか、ソシャゲやってたら最高レアリティが欲しくなるじゃん。で、道島海のアモンが SSR でいるんなら、やっぱり、あ、じゃあ道島、二刀クラのアモンが SSR でいるんなら、道島海のアモンも SSR で欲しいわけよ、俺は。で、はい、店長っすね。フィギュア基調かっこいいっすね。なんか、店長、ちょっとエフェクト欲しかったよね、アモンみたいにこんな感じで。煙が出たり、火花が出たり。なんか店長がルート A の第1話で、こう、カグネを引きずりながら、篠原とアモンとかの方に、黒岩とかの方に多分歩いていくシーンがあるんで、あの時に、なんかその、ね、
両腕のカグネをこう地面に引きずりながら歩いていくんだけど、その時に火花がこうバチ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 って出てるのがめちゃくちゃ好きで、多分実写の第2弾の多分月山が教会でカグネを引きずりながら歩いてるとこ、あそこも多分火花出てたと思うんだけど、ああいうなんか演出が俺好きなんだよね、めちゃくちゃ。うん、ということです。ただのなんか性癖じゃないけど、そういうのを語っただけでした。あ、ちょっと待ってよ、 3D モデル見たっけ。まあ、3D モデルはみんなこんな感じだよね。はい、レベル高いよね、 3D モデルの。あ、タタラさんのカグネ、なんかそれっぽいな。それっぽいって言っちゃあれだけど、これさ、全然インボケ並みのあれじゃない？ 3D モデルじゃないってずっと俺思ってんだけど、インボケの 3D モデルは店長のこのカグネの中がなんかこう動いてたっていうかね、キラキラしてたよね。こっちなんかすげえすげえ、なんて言うんだ、このデイダラボッチみたいな、わかる、モノノケ姫のデイダラボッチみたいな模様になってんの。はい、ということで10連いきましょうか。もうダラダラ喋るのはやめよう。これさ、10連引くのちょっと一気に引くのもったいねえから、1枚ずつ引いていい？でこれ店長のとこに合わせて1枚1枚引いていくことで店長を呼び寄せることができると思う。まあできなかったね。なんかもうわかるんだよね。ガシャ引いた瞬間に出るじゃん、このテロップが。俺が丸々引きましたみたいな。じゃあはい、2連目。いや出ないね。バーンってこう店長のイラストが出てきて、うわ店長来たみたいな感じのあれが、俺はリアクションがしたいんだけど、引いた瞬間にこうテロップでエネームなんか店長引きましたみたいな、袋を引きましたみたいな、そういうの出ちゃうから、引いた時はね。で、これ何連目だっけ？ 4 だっけこれ。4だよね。まだ4だ。まだ半分来たよ。まあ、これで半分だけど。ああ。なかなかガシャが渋いっすね。なんかね、俺ちょっとわかんないやつがあって、今ね、赤いボックスを20個ずつなんか毎日もらえるんだ。ただの赤いボックス。あれ何に使うんだろうと思ってね。知ってる人いたら教えてほしいんですけど、赤いボックス何に使うんですかね。やばい。あと何連だ、あと2連ぐらいだろ。やばいんだが。お、 SR の子かっけえ。SR の駒さんめちゃめちゃかっこいいんだけど。え、欲しいんや。SR の駒さん欲しいんだが、普通に。いや、俺このゲームガシャンないかもしれん。うわ、 SSR イースターのピースじゃん、12個ラスト。あー、出なかった。厳しいな、なかなか。あ、レアのイリミさん。しかもあれじゃない、これ黒犬バージョンじゃなくて、あれじゃん、アンテイクバージョンのイリミさん。しかもカグネ出てるし。これなかったよね。あ、まだ1枚あるじゃん、ラスト。はい、来ないね。まあしゃあないか。お、 SR のあれじゃん、まるでさんじゃん。なんかまるでさんもらえるログインボーナスっていうか、なんかあったような気がするな。コインで交換できたような気がするんだよね。ストーリーモードをなんか、ショップで。ストーリーモードのショップみたいなのあるんですよ。でも俺ほんと、ちょっと、なんか、思った以上に僕のリスナーダークオーに詳しい人が多いんで、俺聞きたいんですけど、この箱、なんなん?4 つあるじゃん。これ多分、ピースじゃないかなと思うんだけど、4つの箱何が入ってるかちょっと教えてほしいんだけど、これ全部80個つぎ込んでいいのか教えてほしいですね。はい。ということで、今回は店長を引くためにチケット10連したんだけども、引けなかったという動画になってしまいました。神引きできる日は来るのか？ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。